セロラ頑張っちゃう。皆さんこんにちは、わたしと申します。ポケモンマスターズに向けて歴代のトレーナーを解説していきます。今回は古代のプリンセスアセロラの解説です。冒頭で見せたとても可愛らしいアセロラ、彼女の魅力に迫っていきましょう。どうぞよろしくお願いします。アセロラはポケットモンスターサンムーンで初登場。プレイヤーが3番目に訪れる島ウラウラ島でキャプテンをしています。彼女は古代アローラ王朝の末裔。それを示すかのように彼女の腕には黄金の腕輪をつけていますね。ふにゃっとした猫口が可愛らしい彼女は、ところどころにつぎはぎしたようなデザインのワンピースを着てサンダルを履いています。キャプテンの証は髪飾りとしてつけています。無邪気な性格なのでゲームではよく飛び跳ねたり、冒頭で見せたようにくるっと回転してポーズをとります。かわいい。そんな可愛らしい見た目と仕草からロリキャラと思われがちですが、実は面倒見のいいお姉さん。普段はポケモンや孤児を保護するエーテルハウスで暮らしていて、自分より年下の子を守ろうと真剣に考えています。身長も主人公と変わらないので年も同じぐらいだと推測できます。アセロラはキャプテンとして廃墟になったショッピングモールの跡地スーパーメガヤスでプレイヤーに試練を課します。試練の内容は虫ポケモンのミミッキュを探し出し、ポケファインダーで撮影すること。奥の小部屋で虫のミミッキュとの激闘を制し、見事撮影に成功すれば試練達成。ゴースト Z とゴーストタイプの全力ポーズを授けてくれます。かわいい。そして最後にはそんな小部屋あるはずないとプレイヤーに恐怖まで授けてくれます。実際に戻るとあったはずの小部屋はなくなっています。こわー、かわいい。同じウラウラ島に住んでいるシマキングの口なしのことをおじさんと呼んで懐いています。ずけずけ文句を言ったりしてますが、彼を信頼している様子が伺えます。物語終盤では四天王の一人としてプレイヤーの前に立ちはだかります。本来はシマキングである口なしが担当する予定だったのですが、彼が断ったため代理で務めています。アセロラが使うポケモンはゴーストタイプ。エースのシロデスナは Z 技の無限アイアへのイザナイを使ってきます。バトル中彼女は常にゆらゆら動いています。かわいい。意外と野心家なのか、主人公に敗れるまではチャンピオンになる目論みを抱いていたらしいです。かわいい。ここからはアニメのアセロラを紹介。アセロラはアニメサン&ムーン73話にて初登場。そこから約1ヶ月登場し続けます。ゲームと異なりエーテルハウスではなく図書館に住んでいます。ミミタンという色違いのミミッキュの幽霊がパートナー。幽霊なので常に浮いていて、武蔵のミミッキュと違い可愛らしい声をしています。ゲーム同様口なしと親しく、口なしにとってアセロラは面倒くさいが大切な存在みたいです。面倒見の良さが強調されており、年下の子供たちに絵本を読み聞かせてあげたり、サトシが大試練に挑戦できるように口なしをおびき寄せ説得してくれます。かわいい。ウラウラ島に来たサトシを図書館に居候させてくれます。面倒見が良くて可愛いっていうか、サトシ羨ましいってレベルじゃねえな。その後ポケモンスクールに訪れたり、アローラリーグにも参加したりします。続いてはアセロラのグッズを紹介。比較的新しいキャラクターですが、意外とグッズが出ています。ポケモンカードでは効果が強力なカードとして収録されており、イラストだけでなく性能面でも人気のあるカードになっています。
アセロラとゴーストタイプのポケモンをモチーフにしたミステリアスエンカウンターズのメインキャラとして抜擢されています。おしゃれなデザインになっており、大人っぽく普段使いもできます。人気シリーズポケモンタイムにも水木、リーリエとともに商品化されています。このシリーズのぬいぐるみが受注生産されており、それがこちら。普段よりじとめなアセロラですね。かわいい。ただひたすらかわいいアセロラはポケモンマスターズで早くも参戦が発表されています。パートナーは切り札の白ですな。トレーナーの技こっちこっちや、冒頭で見せたバディーズ技など彼女の魅力満載ですね。噂ではストーリーを進めれば手に入るそうですが、ガチャだろうとなんだろうと全力でアセロラゲットしたいですよね。ポケモンマスターズでアセロラに会えるのが楽しみです。今回の解説はここまで。ここまでのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。コメント欄にて解説してほしいトレーナーを募集しておりますので、ぜひお気軽にどうぞ。それでは皆さん、次回の解説でお会いいたしましょう。